PT-91 トファルディはポーランドで開発された主力戦車 T-72M1 の発展型であり1995年に配備された開発は機械設備開発研究センター生産はブマル・ワベンディ社が行ったこの会社はポーランドの軍事コンソーシアムブマルグループの一部である T-72 からの変更点は 射撃統制システム、爆発反応走行、エンジンの高出力化、トランスミッション、自動装填装置などである。他の T-72 発展型と違い、ポーランド陸軍の PT-91 はエンジン、FCS、通信装置などに、ほぼ自国製の製品を用いている。チェコの T-72M4CZ。 グルジアの T-72 シム -1、インドの T-72 アやマーク2などと同様に、これらの部品は既存の T-72 を回収するのに用いられた。ポーランド陸軍では、レオパルト2と並んで戦車部隊の主力を成している。1980年代後半、ポーランド陸軍は旧式の T-55 を T、すべて T-55AM に回収した。 この成功は、同様の近代化を、ポーランド軍に配備された他のソ連製戦車にも、行うことができると参謀部に確信させた。1988年後半、ライセンス生産の経験がある T-72M-1 の近代化改修計画の準備が行われることとなった。開発に際して、グリビツェに拠点を置くオブラムが、主開発局に選ばれた。 しかし、開発当初、ボー部が T-72S や T-80 のような新型車両の購入も同時に考慮していたため、進捗はゆっくりしていた。社長用、サイト、ポッド -721991 年のソビエト連邦の崩壊という政治状況の劇的変化によって、ソ連戦車購入は停止し、 ポーランド製の新型戦車の開発が勢いづいた。最初に提案された設計はポーランド語で、狼を意味する、ビルクのコードネームで呼ばれたが、この計画は取り消された。それに代わり、硬い、不屈のという意味の形容詞で、トファルディと呼ばれる、別の計画に移行することとなった。T-72 の回収の基本的な目的は、現代戦への対応と、 明らかに分かっている欠点の修正であった。具体的には、低い機動性、不十分な走行、FCS の欠如と手法の貧弱なスタビライザーに、起因する、低い射撃精度が上げられた。加えて、パッシブ赤外線暗視装置の欠如も問題であった。1991年7月、T-72 の近代化回収プログラムの実装が開始された。担当は、 PT-72 をライセンス生産していたバマーコンバインによる。この近代化主力戦車が PT-91 トファルディとなった。回収点は走行、エンジン、FCS の強化である。1993年、ポーランド国防省は20両の PT-91 戦車を気候手段での試験とフィールドトライアルのために発注した。 操縦手のコントロールパネル、USB-K-1 成形作薬弾及び対戦車ミサイルからの防御能力は、ポーランド技術軍事研究所が開発した爆発反応装甲エラバによって強化されている。この装甲は、自爆により直撃をそらす394枚の作薬内蔵タイルにより構成されている。このタイル群は、戦車表面の9平方メートルをカバーする。 うち108枚のタイルは砲塔に装着され、118枚は、車体に、84枚が、両サイドに置かれ、ヒートから戦車を守る。このタイルは、T、T-72 のエラが用いるゴムの代わりに、鋼鉄製の対ヒートスクリーンを用いている。エラバとソ連製エラとの主な相違点は、ソ連の近代化 T-72 が装備するエラのタイルには、 10から15ミリメートルに達する隙間があって、防御能力を低下させているのと異なり、エラバでは、タイル同士が、ほぼ密着していることである。エラバには、エラバマイナス1および、エラバマイナス2という2つのタイプがあり、作訳の量に、違いがある。試験では、エラバは、メタルジェットの貫鉄を50%から70%、減じ。 アプフスズのシントールを30%から40%減少させるなど劇的な防御力向上を見せた。さらには、合計 30mm までの弾丸の直撃、砲弾や地雷の破片、ナパームの火炎の中でも誘爆しなかった。PT-91 は、手法として T-72 と同じく、毎分8から10発の連射速度を持つ。 自動装填装置を備えた通営 46125mm 格好法で武装しているため装填手を必要としない。他に同軸機銃として PKT 7.62mm 汎用機関銃、対空用に NSV12.7mm 重機関銃を装備している。そして24機の敵弾発射機を対人榴弾の発射内視。 スモークディスチャージャーとして備え、それ以外にディーゼル燃料から煙幕を発生させることも可能である。FCS の近代化は、旧来のソ連製 2E28M をスロバキア製の新型に取り換えることから始められた。これは、戦車の状態を表示する電子情報ブロックを備える。さらにこれは、早すぎる不正値走行速度や、その他の理由で、 効果的な直接照準射撃ができないとき、社長に、それを知らせることができる。ドラは射撃統制装置ポーランドの技術者が開発した FCS、ドラバは、以下の機材から構成される。放射用の PCD ヒルマ標準器と、イスラエルのイロップ射製造の鉄石外線暗視装置、指揮官用のポッドマイナス七十2昼夜間観察照準器弾道コンピューター及び、 それへの情報処理、システム、レーザー測量機などが含まれる。弾道コンピューターの照準は、目標の速度、天候、弾体の種類と周囲の温度を計算して、決定される。操縦手は、戦車のメインシステムとモニターへの情報表示を、司る USDK1 を利用する。操縦手の暗視装置は、ラドムカパッシブ暗視装置に換装された。 近代化により重量が増したため開発陣はより強力なエンジンを開発せねばならなかった。そこで機関がソ連製 V-46 から6エンジンから12、気筒の S-12U ディーゼルエンジンに取り替えられ出力は780馬力から850馬力に向上した。主な改良点は空気噴射システムの近代化である。これは 戦車の耐久性を落とす原因となった。最新のタイプではターボチャージャーを備えた S-1000000 馬力エンジンを装備している。T-72M1 の回収型として、ポーランド陸軍で採用されたタイプ。主な装備は、スコ -1M、ドラバ -1T 射撃搭戦システム、ピコ SSC-1、オブラ -1 レーザー警戒システム、 選ば爆発反応走行、850馬力、PZL ボラ S-12U エンジンである。最初の20両は、ポーランド陸軍に1993年から1994年に、他の78両は1995年から1997年に、製造された。1998年から2002年には、135両が、 P-72M1 から近代化回収された。新規製造と回収型ともに同様の戦闘能力を有する。細かい構成の違いに応じて PT-91、PT-91M、PT-91MA1 PT の3種の派生型に分けられ、M はマレーシア向けの派生形を示す。PZL ボラ s 1 0千馬力エンジンへの 感想、機械式トランスミッションや、その他のマイナーチェンジを施した型である。試験や軍事展覧会で使用されている。Z は、ズモダニーゾニーの略語で、近代化されたという意味の非同系同士。ハルディは、誇り高いという意味の形容詞。さらに開発が進んだセージムサバン -15 射撃統制システムを備えるが、射撃試験では、 ドラバに比べ射撃精度で優位性は少なかった。最大の優位点は、新型の手法安定システムが走行中の射撃精度を劇的に向上させたことである。試作型1両のみの生産に終わったが、後に PT-91M の開発の参考に用いられた。この派生型は、マレーシアにおける、次期主力戦車の座を T-90。T T-84、K1 戦車らと争い、勝利している。M はマレーシアを意味する。ペンデカルは、シラットの達人のこと。マレーシアへの輸出型であり、セージム、サバン -15 射撃統制システム、レンク、シズムイズム -350、M 自動トランスミッションを備えた、p z l ボラ S-1000R1000 馬力エンジンによる、 最高速度時速 70km、そして新型の通信システムを備える。武装として、コンシュトルクタディフェンス会社が開発した2 a 46ms125mm 戦車砲、同軸機銃に FN マグ、対空用に FNM2HB を装備。また、セージムバイジー15、ジャイロスタビライザ付きパノラマ光電子。 サイト、シグマ30レーザージャイロ完成後方装置、イズ EPS72 砲塔安定システム、ピコ SSP-1、オブラ -3 レーザー警戒システム、エラバ -3 爆発反応走行、ZM デザメ A 9 0一2 a 8 1 m m グレネードランチャー、570P 型ディールレムシャイト、GMBH 無限軌道などを装備する。 PT-91E 及び PT-91X と名付けられた2両の試作車両と48両の PT-91M が2007年から2009年に製造された。E は輸出を意味する。PT-91M 試作車両が解明されたものであり、軍事展覧会にて輸出版のデモンストレーションに用いられた。 PT-91E は当初 SP-1 と名付けられており、これは2005年にクアラルンプールの軍事パレードにて紹介されたものと同じ車両である。PT-91X は2両目の名前。両者ともマレーシアにおいてテストを受けており、SP-1 は 7000km に及ぶ不正値での警員試験を、SP には2 0 0 0トルの警員試験と500発の 手法発射試験をそれぞれ受けた。PT-91M と非常に似通っており、他国からも輸出の要請があった。P はペルーを意味する。首都デフペルー2009軍事展覧会にてデモンストレーションを行った。PT-91X より安価な代替品である。このバリアントは、新型のピコ、ドラバ TG 射撃搭戦システム、サーマルサイト、 現代的な通信システムなどを備える。この車両は、先の首都デフペルー2009エクスポを含む、南アメリカのいくつかのイベントに出品された。ペルー陸軍へ、PT-91P は採用されず、中華人民共和国の90通式戦車が採用されたが、ウクライナのエンジン輸出許可が必要になったため、発注は取り消され、ウクライナ製の ティフォン -2 に切り替えられた。U は都市化を意味する。ムスポ2011にて展示された、紫外線対応の改良型で、スラットアーマーや8台の固定 TV カメラによる360度全週監視システム、RWS などが装備されている。既存の T-72、PT-91、PT-91E PT の回収パッケージとして提案されており、 アルメニアが採用を検討していた。ポーランドリー軍の近代化改修型。PT-91M で使用された技術が取り入れられる。WZT-3WZT-WZ ザベズピースジニアテクニックス2号技術支援車両は PT-91 ないし、T-72 の車体をもとにファミリー化した車両の走行回収車型である。 おそらく最も一般的な T-72 ベースの走行回収車であり、世界に400両が配備されている。社長のハッチに設置された 12.7mm 機関銃で武装している。標準的な装備は15トンの持ち上げ能力を持つテレスコープ付きクレーン、フロントドーザーブレード、メインとサブのウィンチ2つである。ポーランドリー軍所属の MIDMID は、 道路工作者という意味のモスセナーインザイネロゲのドラゴアの略称であり戦闘公平者のことである。ビゾンはポーランド語でバイソン。PMC、レグアン PMC はポーランド軍の佳強戦車としてその名の通り橋を架けることで支援する。PT-91 をベースとした PMC-90 は戦闘部隊と必要な任務を遂行することができる。 プザローラプザは、対空砲システムを意味し、ロアラとはポーランド語でロワール川のことである。1990年代後半に開発された、装甲とレーダーを有する、試作自走式対空砲である。PT-91 の車体をベースに、装甲化された砲塔に、レーダーと連動した、エリコン35平方ミリメートル、連装降車機関砲 L-90 を2門。 搭載したものである当初は p z r ロアラという地対空ミサイル車両と密接に連携して行動するという計画であったが頓挫した。このロアラはこれ単体として以外にも大規模な対空防御システムの一部として自動小銃に射撃することができる。この車両は三次元作敵型と直接交戦用の2機のレーダーを持つ。 作的レーダーは 26km の段地範囲を持ち一度に64もの目標を追跡、処理することができる。このレーダーシステムはまた移動中も使用可能であり、データは毎秒更新される。またレーザー照準も可能で、テレビ画面とフリア画面により、全天候中夜間戦闘能力を保有しまた、猛烈な ECM 環境下でもレーダーに頼らない、戦闘が可能である。 このシステムの反応速度は10秒以下に抑えられている。対応可能な高度は超低空から5000メートルまでであり、速度は500メートル毎秒まで。地上や海上の難目標に対しても、交戦可能である。ゴルイルとはポーランド語でゴリラを意味し、PT-91 開発から得た経験を用いた、ポーランド製新型 MBT 開発計画である。 この戦車は、フロントエンジンのメルカバ戦車と似た、設計の予定であり、さらに改良を加えた、エンジン、トランスミッション、射撃管制システムを搭載する。装甲は、複合装甲に、エラー、主武装は 120mm ないし 125mm 戦車砲と 60mm 迫撃砲、副武装に、PKT 同軸機銃と、NSWT 対空機銃を装備し、 乗員数は3名。この計画の名前は、アンデルスとしても知られていた。計画の初期段階において取り消されてしまった。ゲパルトとはポーランド語でチーターを意味、しばしば PT-2001 としても知られている。T-72 系列の、さらなる近代化回収計画として準備された、ポーランド製主力戦車回収計画である。2種類の案が提出され、 ブマルからは、正面走行と冒険的に通営46を用いた、ルクレール様の砲塔への改修計画が提案され、オブラムからは、正面と側面に、新型の反応走行を用い、手法を、ラインメタル 120mmL44 とする案が提出された。性能は、劇的に改善されるはずであったが、 財政的な問題から両者とも試作車両さえ製作されなかった。しかし、設計の経験は新たな派生型への助けとなった。クラップとはポーランド語でカニを意味し、ナトー標準の 155mm 榴弾砲を装備した車両である。設計は、スタロバ・ボラ製鉄所舎で52口径砲搭載の AS-90 自走自走榴弾砲の砲塔を、 ライセンス生産にし、WB エレクトロニクスのトパス砲兵射撃管制システムを用いる。榴弾砲は S-12U エンジンなど、PT-91 の各種部品に装備される。しかし PT-91 をベースとしたものは、試作のみに終わり、最終的に韓国製の K9 をベースとすることになった。ありがとうございます。